こんにちは。今畑作業ちょっと飽きちゃったので、2時前の、お茶タイムしています。軽トラの中で、お茶をしています。今日はまあ暖かい、昼間が暖かいから、まあ、すごいしやすいんですけど、ちょっとね疲れちゃってお茶をしようかなと思って、3時になったらお茶をするところが、まだ2時、昼の2時前なのにもうお茶をしてます。喉も乾くのでね、定期的に水分補給とかするっていうことは大事だなって思いました。思っています。とりあえず以上です。どうも。